言葉にするのがすごい下手くそかなって思ってるんで、自分の気持ちを、いい言葉で表現できたらなって思ってるので直したいです。高校生の時に授業が終わってからずっと駐輪場で友達と喋ってたので、高校の駐輪場はすごく思い出です。誰かからカナがいてくれたからうまくいったとか頑張れたとか言ってもらったら、なんかそのためにやってきてよかったなって思うので、それかなと思います。アルバイトしてて実年齢に見られたことがなくて、いつも目にばっか見られるので結構いつも意識してます。ファッションが結構すごい好きで、スタイルがどうやったらよく見えるかとかのファッションは結構ちゃんと考えてるつもりなんで、それは負けません。